はい。皆さんご視聴いただきありがとうございます。榎本晋作です。ですね。まあ、このね、学生の質問に全部答えるシリーズですね。もうかなり久々の収録になってしまいました。すいません。もう、これは完全に私のね、スケジュールミスと、あと、意い分けさせていただくと、ちょっと学生に費やしたり質問に答える時間に採点が入ってきてしまいまして、 で、まあちょっとテストの採点だったりとか、まあ、あとは普通に日常業務の方が若干ですね、出張続きとかコロナの関係でまあ忙しくなってしまいまして、まあ、久しぶりの撮影になってしまいました。これも大変申し訳ございませんというね。 本来はですね、まあ質問いただいてすぐに答えるっていうのが、まあ、理想の教育としてはあるんですが、まあすいません、ちょっとご容赦くださいというところですね。まあ気を取り直してですね、まあ僕は気を取り直して、あの、今回からですね、また、あの、これもあと4回ぐらいですね、4回ぐらいのシリーズにして、まあ細かくもいっぱいいただいてるので、しばらく頑張って続けていこうかなと思います。では、えっと、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。今回なんですけど、はい。 学生の質問に全部答えるシリーズの7ですね。今、第7弾になりました。デジタルマーケティング会のボリューム3と。まあ、あの、ちょっと、えっと、学生の授業でもらったやつに合わせシリーズ化してるんですけど、 ちょっとですね、あのー、順番的に前回がデジタルマーケティング会のボリューム2だったので、今回3にした方、持ってきた方が流れとしていいんじゃないかなと思って、えっ、ー、と、作らせていただきました。この間にもちょっと2つほど講義やらせていただいて、で、それに関連する質問も中高生とかからだったりとか、社会人の方からもいただいたりするんですが、まずちょっと、えっ、ー、と、こちらの方から答えさせてください。じゃあ、今回もですね、まあ、10分程度で長い間に分けてお届けできればと思います。じゃあ、よろしくお願いいたします。1つ目の質問ですね。こっちか。 はい。まあ、これデジタルマーケティングについての質問。1個目いきます。榎本先生の考える今までにない集客方法をお聞きしたいです。今までにない集客方法。すごい質問来ましたね、これ。 今までにないっていうか、何の集客をするかっていうところがまず前提かなと思います。なので、まあ集客から入るのはちょっとナンセンスじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえず今までにない集客方法っていう話なんで、その話をできればと。何ですかね。今までにないことにこだわる理由がちょっと見つからないので難しいな、これは。でも答えますよ、これは。考えます、今。 えー、どうしよう。<laughs> まあ、事前に考えておけよっていう話なんですけど、何ですかね、僕が過去に聞いたやつかやったやつも今までにあるやつってことだよな。ちょっと今考えてるもんとしてあるんですけど、その、留学ビジネスでちょっと考えたいなと思って、その、留学って基本的にはカウンセラーとかエージェントに、 小、あの、問い合わせて繋いでもらうっていうモデルなんですね。で、それをですね、まあ、やってるところは多少あったり、それに近しいところはあるんですけど、サービスとしてやるんだったら、その、先輩留学みたいな、そういうのをちょっとやったら面白いんじゃないかなと思ってて、もともとなんか留学経験のある先輩に相談できるみたいなサービスは、 あったりとか、そういうイベントってあるんですけど、そっちを全面的に押し出すみたいな集客方法はありそうで絶妙になかったよねみたいなところですね。あとはそこを、その、なんだろう、先輩に全員の、その、全員にそのキャリアカウンセラーの資格ではないですよ。こんな、どうでもいい国家資格って言ったら失礼だな。<laughs> えっと、大変失礼しました。今の聞かないでください。えっと、 国家資格とかそんなんではなくてですね、全員に本出させるんですよ。要はあの、自分の留学経験がインタビュー形式で載ってるならいくらでもあるんですね。もう結構分厚めに200ページぐらいの本を全員に書かせると。でこれ、留学カウンセラーとかでも書かせていいんですけどで、個人レベルでブランド力高めるじゃないですか。で、その人たちはもう自分で本出してるんで、それで収益得てくれてもいいよっていう感じの契約にしちゃって。 で、そこの本読んでくれた人だけ相談できますみたいな、そういう戻りにしますね。つまり、簡単な話で、意味のない、その、なんとなくの問い合わせを減らして、制約率高めるためには、ファンになってくれた方がいいんですね。 なので、まあ、その人は自然に本出させると。で、どうやって本出すかって言ったら、マイクロ出版っていう方法が今あって、まあ、あの、ページズとか、その、Mac のアプリケーションだったりするやつで、あの、シギルとかいうのあるんですけど、それでまずバーって書くじゃないですか。で、会社として出版コードが個人として出版コードを取らすんですね。取らなくても Amazon では出せますけど、取って、紙、もしくは、あの、電子、どっちでも出せるようにするんですよ。 で、基本的に電子の方が安いんで、電子で買うっていう方法になると思うんですけど、あの、紙で買う人もいらっしゃると思います。それで出してっていうモデルですね。なので、基本的には留学カウンセラーだったりとか、まあ、不動産の営業とかでもいいんですけど、一冊本出させます。で、その本の内容が、あの、面白かったら問い合わせしてくれるっていうことなんで、個人競争にはなるんですけど、ただ、えっと、制約率は高くなりますよね、それで。うん、まあ、その人たちが独立できいじゃんっていう文脈もあるので、なかなか難しいところがあるんですけど、まあ、なんかその、 なんですかね、出版を営業チュールツール、収穫ツールとして使うっていうのは僕はすごい注目してたんですよ、実は。だ社長出版とか払ってますけど、そんなに重苦しくなくていいんですよ。だって留学の経験を全部フォーマットにして、そこを書き込めばいいって、面白い書き方をすればいいので、まあ文章術とか教えなきゃいけないんで、面白いっていう書き方じゃないな。 ちゃんとその、なんだろ、うま、あ抑用みたいなのがあるんですよ。留学経験の書き方って、もうこれ、ばらしちゃうとあんま良くないんですけど、あの、留学のインタビューとかで大体欲用みたいなつけるんですよ。うん、そうやってね、なんか苦労を乗り越えた系が感動しちゃうみたいなのあるんですけど、なんかそういう感じに言うと嫌なやつに聞こえるな。ま、あそういうふうにして、その、なんだろ、う留学とかにしたりとか、ま、あ不動産営業とかもいいんですけど、ま、あやっぱ個人レベルで一冊本出せるぐらいのストーリーを全部、あの、持ってる人じゃないとやっちゃいけないぐらいな感じの世界観で、あの、 てたらいいいたらんじゃや世界観というか価値観ですね。価値観ぐらいでやってたらいいんじゃないかなっていう集客方法はちょっと一回トライしてみたいだなとは思いますが、まあちょっと人をコントロールするのがめんどくさいんで僕はやりませんが、ちょっと誰かやってくれるっていう人がいたら全力で協力します。次。システムエンジニアから Web マーケティングへの転職は可能ですかあ、全然可能だと思いますし、なんか信用性高いと思いますよ。あのよくあるんですよ。その まあエンジニアとかコード書ける人がマーケティング学びたいかもしくはマーケティングやってる人がエンジニアとかデザイン、エンジニアリングとかデザインとか学びたいみたいな、その上、マーケティングとかそういうのを上流とか言うんですけどビジネスコンセプト作ったりとか、そういう上流から実際作るのを下流って言うんですけどね。だから上流やった人が下流やりたいっていうのと、下流やった人が上流になりたいっていうのは全然ある話です。 ただですね、あのここちょっと落とし穴としてあるのはやっぱり少し給料落ちるっていうのは覚悟しといた方がいいかなっていうふうに思います。あの専門外ではないんですけど親和性が高いだけのところにいるのでやっぱり新しいことをやるときっていうのはあの学習っていうプロセスを一個挟まなきゃいけないところなのでやっぱ少し給料は落ち でもう自分のスキルがだったりが伸びるようなところ。まあ、もしくはその辺はシステムエンジニアとしての副業で、あの、カバーするとか、そういう考えか、でもいいかもしれないですよね。あの、そういう感じだったら全然いけると思います。あの知り合いで何人もいるんで、こういう人。あの、全然いけると思いますね。うん、あ、そうっすね。ただ、僕の知り合いは、ウェブマーケター、ああ、いやいや、嘘ついた。プログラマーだったりとか、エンジニアから、 いくっていう人が多いんで、ちょっと SE に限定しちゃうと微妙に違うかもしれないっ,すっていう話だけ。これちょっと授業で説明したので、あのまた授業を思い出してください。で、授業を受けてない人は僕に直接聞いてください。システムエンジニアとか SE とかその辺の細かい違いを教えてくださいっていう質問があればお答えします。はい。次。今流行りの SNS などは何ですかんなるほど。これ難しいね。あの、今注目してるのが実はスマッシュっていうアプリなんですけど、 あ,のあれ、まあ、あの、あれ、ショールームの前田さんが作ってるのかなあの、なんか、縦型動画に特化した番組チャンネルなんですよね。で、5分ぐらいの。あの、短すぎもしないけど、長尺でもないみたいなの動画メインなんですけど、ただあれ、交流があるわけじゃないんで、SNS とは言い難いなっていうのは確かにあるかなって、単なる番組チャンネルだっていうところなんで、まあ、スマッシュは注目してましたけど、SNS かー、今流行ってればいいんですよね。 うん、でもユーザー数の話からすると,と TikTok とかインスタとか今,今流行りっていう意味では TikTok、インスタ、Twitter がなんだかんだユーザー数多いなって思いますね。で、最近ちょっと注目してるものだとなんだろう、クラブハウスもなんだかんだ一回廃れてまた伸びてくるかどうかな。 あごめんなさい SNS の定義は何かによるんですけど、ちょっと一方通行発信みたいなところあるんですけど、音声メディアのボイシーはわりかし注目されてますよね。個人的には、なんかこれも音だけだったらボイシーになるんですよ。あ、ボイシーって何かっていうと、個人でやってるラジオみたいなものです。あ、この意味では、その意味では、Nowdo っていう本田圭佑さんがやってるやつもありますよね。ああいうのとかも結構注目してますっていう話はありますね。 という感じなんでごめんなさい。あの、そんなにスマッシュヒットな SNS あんまないんですよ。で、僕が注目してるのは実は VR なんですけど、次の SNSVR って言われてるんですけど、その辺ちょっとあんまり明るくないんでごめんなさいっていう環境になっちゃいます。はい。えっ、ー、と、本日は以上にしたいと思います。次回もちょっと楽しみにしていてください。今日も本日もご視聴いただきありがとうございました。ではでは。